どうも、元パティシエで、元専門学校講師の、タルトタタンと申します。今回はね、ケーキ屋さんだけじゃないパティシエの仕事ってっていうことでね、お話をしていきたいと思います。まずね、新卒で就職するときにどういう職場に勤めるのかなっていうのをとても大切なことだと思うんですけども、まあイメージ的にはね、こちらに書いてる、まあパテスリー、まあ路面店と呼ばれるものですね。こういうものにね、就職するっていうイメージはあると思うんですけども、他にね、大きなくくりというのかな。まあそういうような感じで就職活動していくと大体4つに分かれてくると思います。今回はね、その4つっていうところをね、説明していきたいと思います。それではね、まず、まあ、一番最初書いてあるパテスリー、まあ、路面店と呼ばれる、まあ、ケーキ屋さんのことですね。じゃあ、ケーキ屋さんっていうところで、まず大きく分かれるところっていうのが、まあ、オーナーシェフがいるね、個人店舗っていう形ですね。あとは、企業が行っている、お店っていうような感じですね。まあ、会社として、お仕事をしているっていうところです。で、まず個人店舗っていうところは、大体オーナーが、いらっしゃって、そのオーナーが、まあ自分のお店のカラーっていうところで、こういうお店を作りたいっていうようなね、そういうイメージで、お菓子屋さんを、運営しております。ですので、可愛らしいね、お花とかキャラクター、動物とかそういうものをね、たくさん飾ったような、お店を作りたい方もいらっしゃれば、コテコテのね、フランス菓子を作りたいっていうね、そういうオーナーシェフもいらっしゃいます。ですので、個人店、専門店になれば、やっぱりね、ちょっと自分の特色というか、好みをね、強く押し出したお店が増えてきます。はい、個人店舗に対して、企業っていうのは、まあ、会社のコンセプトに沿って、雇っていただいた、シェフがそのイメージに合わせてお菓子作り、店舗作りをしていくっていう形態ですね。両方ね、ケーキを、メインで販売しているっていうところが、まあ、同じような形になるんですけども、じゃあ実際そのね、個人店舗、企業の店舗、その中でどんなお仕事をしていくのかというと、大きく分けると、菓子製造、まあ、作り手ですね。それとサービス、まあ、販売であったり、イートインスペースがある場合はね、そのイートインの商品を提供するとか、そういうような形になってくるかと思います。はい。で、この製造というところで、お話をしていくと、まずはね、焼き、そして仕込み、仕上げ。まあ、大きく分けるとこんな感じですね。もっとね、専門的になってくると、チョコレート担当であったり、アイスクリーム担当であったりとか、まあそういうね、細分化はいくらでも出てくるんですけども、まあ大きく分けて、焼き、仕込み、仕上げっていう形になります。まあ、この仕上げっていうのは、まあ、基本的には朝、まあ、全員で行うっていうことが多いんですけども、まずね、店舗に商品、並べるためにね、みんな、どんどんお菓子を、仕上げをしていきます。ショートケーキね、ああいうようなスポンジをスライスして、サンド、ナッペっていう作業をして、カットして、テープ取り。まあ、そういうような感じで、行う作業が、仕上げっていうところになりますね。で、この仕上げっていうのは、まあ、お店がね、営業してる間、商品が、売り切れになってしまうわけにはいかないので、商品がね、どんどん売れていけば、追加をするというような形になります。焼きについてですね。焼きっていうのは、まあ、オーブンを使うような作業になります。ですので、その日のお仕事の中で、まあ、例えば、スポンジを焼く。まあ、これもそうですよね。あとは、クッキーとか、マドレーヌとか、そういうような焼き菓子を焼いたりとか、その日のね、仕込みの中で、例えば、ティラミスを作ります。じゃあ、そのティラミスに使う生地を焼きましょうとか。
まあそういうような感じの、パーツとしての、まあオーブンを使用するもの、そういうものを仕込むような担当が焼きと呼ばれる担当になります。次は仕込みですね。仕込みといったら、まあ焼きが準備してくれた生地を使ってティラミスを仕込むとか、まあその他の生菓子ですね、そういうものを仕込んでいくような形になります。で、仕上げですね。この仕上げっていうのが、まあ朝一開店の時に向けてバースデーケーキとかも、仕上げはするんですけども、例えばね、朝一、開店直後に、バースデーケーキを取りに来るとか、そういうわけじゃなければ、朝のね商品を出した後、バースデーケーキ、予約のケーキ、まあそういうものを仕上げをしたりとかね、そういうような感じに分かれてきます。まあそのようなね形で菓子製造っていうものが、担当としてあります。まあ一番ね、パティシエとしてね皆さんがイメージするのは多分ここなんじゃないのかなと思いますけれども、サービスっていうことですね。まあこのサービスっていうのが、まあケーキを販売するのはもちろんですけども、イートイン、まあそういうようなね、お客様に商品をね、提供する、片付ける、そういうような、サービスをするのも、お仕事になってきます。フランスではねバンドゥーズって言いまして、このね、ただ接客ケーキ販売するだけではなくて、お菓子の知識を持って、そのサービスをするっていうお仕事がね、確立されています。ですので、まあ、パティシエっていう言葉、まあ、ケーキ職人っていうイメージが皆さんあると思いますけども、バンドゥーズって言ってね、専門にサービスをする人、知識を持ってそれを専門にサービスする人だから、ポッとね、アルバイトで来てもらって、その人に箱詰め、ケーキを販売、レジを打つ、それだけではなくて、ちゃんとケーキについて、お菓子について知識を持っていて、プロとしてお客様にねアドバイスできる、まあそういうようなね、サービスができるっていうのがバンドゥーズと呼ばれるものになります。専門学校を卒業して、パティシエ目指してたけども、そういう知識を得て販売サービスっていうのをね専門でやろうとね、そういう方向に舵を切るという人もたくさんいます。そして、個人店舗の場合は、就職した時にまずはこのサービスっていうところを知らないとケーキをね、製造できませんよっていうお店もありますんで、このサービスっていうのはねとても大切なお仕事になってきます。はい、じゃあね、このパテスリー、路面店ですね、ここのメリットは何かというと、狭く深くという形になってきます。お仕事の内容としてね、まあ、基本的にお菓子屋さんになりますんで、まあ、お菓子に関わるお仕事っていうのが、まあ、当たり前な話なんですけども、それを専門的にやっていきますんで、いろんなねお仕事としては、まあ、狭いんですよ。まあ、お菓子作りの中でもいろんなお菓子があるから、まあそういう意味ではね、広いんですよ。広いんですけども、お菓子に専念するっていう環境であるっていう意味で狭いんですね。で、同じ仕込みを、毎日のように繰り返していきます。ですので、10回、20回、100回、1000回。まあそういうような感じに回数を重ねていけばいくほど、やっぱり技術っていうのは上達していきます。まあそういう意味でね、狭く深くっていう形。まあこれがね、メリットです。もう自分はね、お店を持ちたいんだっていうふうにね、小さい時からもう決めて、今でもその気持ちが変わんないよっていう人はね、このパテスリーっていうところで働くのがメリットなんじゃないのかなと思います。はい、2番目ですね、ホテルという形で、まあホテルになると、和食があり、洋食があり、中華があり、そしてね、お菓子担当があるっていうような感じになります。あとはね、パン担当っていうのもあるかな。まあそういうような感じになってくるんですけども、まあそのね、ホテルの中で使用するお菓子を作るっていうことになります。で、まあホテルの中にはね、まあ必ずではないですけども、結構、
多くショップっていうものがあります。まあショップがないところはね、レストランにショーケースを置いてそこで、ケーキの販売も行ってますよっていうようなね形で対応しているホテルもたくさんあると思います。はい、このショップっていうところに関しては、まあパテスリー路面店と同じようなイメージで考えていただければいいかなと思います。パテスリーとね、決定的な違いは何かっていうと、まあ専門店ではないので、まあ品揃えっていうところはやっぱりパテスリーに比べると、若干劣るところが多いです。次はね、宴会ブライダルっていうことですね。ブライダルはね、イメージしやすいと思います。もちろんウェディングケーキを作るっていうのもそうですし、結婚式のね、料理、コースの中で最後に出てくるデザートを担当したり、まあ、宴会っていうのも同じですね。その宴会の中で出てくる、パーティーの中で出てくるデザート。あとは立食とかね、そういうような感じでブッフェボードのようなものを作ってそこにね、たくさんのケーキをね、皿盛りするっていうような、そういうようなお仕事もあります。次はね、レストランっていう形で、ホテルの中には和、洋、中という感じで、レストランが、併設されております。まあ、そこのね、レストランの中に、商品としてケーキをね、収める。場合によっては、バースデーケーキ、レストランウェディングなんかもありますんで、そういうね、ケーキを届けるっていうような形になります。場合によっては、このレストランで専属でね、勤務するっていうようなこともあります。まあ、こういう感じでね、ホテルっていうのは、まあ、お仕事としてはね、パテスリーみたいなショップのお仕事だけじゃなくて、宴会とか、レストランとか、まあ、そういうところもね、サポートしつつ、お仕事をしていきますので、お菓子作りにね、専念するっていうことができないっていうことになります。はい、ホテルのね、メリットっていうところですね。ホテルのメリットっていうところは、まあ、広く、浅くというところですね。はい、広くとのことなんですけども、どういう意味かっていうと、ホテルの場合は、調理部といっても、和食、洋食、中華、まあ、その他のお菓子、まあ、いろんな部署があるんですね。まあ、そういう人との関わり合い、そして、宴会サービスをする方、結婚式のサービスをする方、ホテルだったら宿泊部門であったり、その他にもいろんな部門ありますね。お花屋さんがあったりとかね、そういうような感じでね、働いてる人がたくさんいます。ですのでそういう人とも関係がね、できるっていうところ、知識を得られるっていうことがね、やっぱりパティシエとしてだけじゃなくて、人間としてね育ててくれるっていうのがこのホテルということになります。はい、浅くとなっておりますけども、これは別にねデメリットなわけではありません。浅い仕事なのかって言ったらそんなことないんですよ。実際ねパテスリー路面店と同じようなもんなんですよ。担当が焼き場であったり仕込みであったり仕上げであったりっていうようなね、担当が決まりますんで、実際にはあのパテスリーとそんなに差があるわけではないんですけども、でもやっぱりお仕事のジャンルとしてどうしても幅が広いので、あれもこれもどれもっていう感じにやっぱり仕事をこなしていくと、その分浅いっていう意味になりますね。ですので、やっぱり広い視野を持てるようになるっていうのは、このホテルのメリットだと思います。はい、工場ですね。工場っていうのは、まあ基本的にはこの企業と同じような感じで会社が運営している場合になります。まあ例を挙げるなら、富士屋さんとか、コージーコーナーさんとか、まあああいうようなね、たくさん店舗があるようなお店ですよね。そういうところはどこかに工場を建てて、そこでね、作って、各店舗にこう配送するというような形になってきます。ですので、この工場で、仕事をするっていう時には、まあ大きくね、他と同じような感じなんですよ。やっぱり焼きがあったり、仕込みがあったり、仕上げがあったりというような形になります。
でも、工場での仕事っていうのは基本的にね、自分が、何を担当するっていうところが決まったらそれを専念するような感じになります。だから朝だったらもう仕事朝、出勤して、仕事開始するときに店舗に並ぶ商品をね、仕上げをするかって言ったら、そういうこともなく、ひたすら焼き物をね、作るっていうような感じ。仕上げをする人はもう仕上げ専門、仕込みをする人は仕込み専門みたいな感じでね、お仕事分かれていきます。ですので、メリットとしてはね、こちら。はい。同じリズムでの仕事っていうことになりますね。もう基本的にね、同じリズムで、同じ流れで、お客様からの突然の注文が入ることもなく、淡々とね、仕事をこなしていくという形になります。同じリズムでの仕事っていうのは、担当するね、お菓子だけじゃないんですよ。例えば、労働時間とか、休日とか、そういうような形でも、同じようなリズムでお仕事できますので、まあ今日はね結婚式がたくさん入っているから忙しいとか、今日は予約がたくさんあるから忙しいとかね、そういうような形で、その日のね、予約の内容で、忙しさが変わるというようなことがね、少ないのが、まあ、この工場のメリットなんじゃないのかなと思います。ですので、細かいことはもういいんだよと。私は淡々とお菓子作りをね、たくさんやりたいんですっていう方は、この工場というところでね、働くと、その専門のね、技術がどんどん身についてきます。パートのおばちゃんなんだけども、同じ仕事をずっと繰り返してるから、もうそれに関してはね、ピカイチっていう人います。もうね、測らなくても、マカロンを絞るときに全部ぴったり同じサイズになるとかね、もうやっぱりね、継続してお仕事をされている方っていうのはもう技術がどん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 伸びてきますんで、工場だから、技術向上できないかって言ったらそんなことはありません。もう工場でもねピカイチの技術を持ってる人っていうのはたくさんいらっしゃいます。はい、4番目、ブライダルレストランっていう形で、まあそのままですね、ブライダルだったらウェディングケーキ、あとはコースだったり、レストランだったらアシェットデセールっていう、まあ、皿盛りのデザートですね。まあ、そういうような形でね、商品を提供していくっていう形になります。このねブライダルレストランの面白みって何ですかっていうと、はい、こちらですね、一瞬の華やかさっていう感じですね。まあ、ウェディングケーキ、やっぱりねああいう華やかなお菓子を作りたい、そういう方もいらっしゃると思います。アシェットデセール、もうお客様のね、目の前にこう皿が到達した時にこんなに綺麗なデザートが持ってあるよとかね、そういうようなねこの一瞬の華やかさ、ここがね、魅力だと思います。デザートなんかで言ったらテイクアウトと考え方が違うので、必ずね、固まらないといけないとか、そういうような決まりがないんですよ。どういう意味かというと、テイクアウトでね、パテスリーでケーキを買っていくときに固まってないとテイクアウト箱の中で崩れてしまうんですよ。ですので、崩れない程度のある程度の、固まる、まあ、補形する、そういうような形でゼラチンを使ったり寒天を使ったり、まあ、そういうような形でね、凝固剤を使ったりとかします。まあそういうような、縛りがないんですよ。デザートの場合は。正直お客様の目の前について5分間形が保てばもう全然問題ないんですよ。そこで崩れてしまっても、まあお客様5分間放置したから壊れてしまったね、崩れてしまったね。それはお客様もね、納得できるんですよ。目の前についてトンと置かれました、その場でポキッと壊れるとかね、そういうようなのはさすがに NG ですけども、まあ目の前に出て5分間形が崩れませんよとか、まあアイスクリームだってね、どん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 溶けていくじゃないですか。これもレストランだったら溶けても OK だけど、テイクアウトだったらお客様が家に帰った時に溶けてしまったら意味がないんですよね。
まあそういうような形で、その美味しい瞬間、その瞬間っていうのをお客様に提供できる面白みっていうのが、このデセールだと思います。私がね、このデザートを担当してた時の、イメージしながらやってたのは、もう究極の状態をお客様に届ける、固まってるのか固まってないのかギリギリの、凝固剤、そういうものを使うっていうようなイメージでやっておりました。まあ凝固剤が少ないとどういう感じになるかというと、とてもね滑らかな状態、口当たりが優しいというかね、そういうような状態になってきます。ゼラチンがダメだって言ってるわけじゃないんですよ。デザートだから、表現できる、そういうね、その瞬間を切り取ったようなね、そういうような驚きをお客様にお届けしたいというのがね、デザートが表現できる面白さなんじゃないのかなと思います。あとデザートで言えば、熱の違いですね。焼きたてのアップルパイにバニラアイス添えるだけ。もうこれだけでもう絶品のデザートが出来上がります。特別なね、飾り付けなんかなくたって、もうその熱いのと冷たいの、もうこのセットだけで最高に、美味しい一品になります。ですので、このね温度の違いっていうのもデザートじゃないと表現できないんですよ。ですので、デザートにはねこういろんな意味での可能性がねたくさんあります。あとね、イメージとして、ないかもしれないですけども、このブライダルとかレストランとか、まあ、こういうような形でねお仕事をしていくと、当然ねデザートだけ、お菓子だけっていうのを作ってるわけにはいかないんですよ。まあ、その日のね料理のコース、前菜があってスープがあって魚があって肉があってデザートがある、まあ、こんな感じのね、コースだとしましょう。まあ、これだとねデザートっていうのは一番最後になるんですよ。だから仕事の担当として、そこだけお仕事するっていうわけにはいかないんですね。で結婚式なんかになると特にそうなんですけども、まあ何十人何百人っていう感じでね、お客様が、来られます。でそれをね一気に盛り付けをしていくっていう時にはやっぱりね人手が必要なんですよ。ですので、その盛り込みのサポートをしたりとか、場合によっては前菜の仕込みであったりとか、まあそういうようなのもね、ブライダルとかレストランとか、まあそういうところでお仕事していると担当するっていうことは、よくあります。ですので、私はパティシエだからお菓子作り専念したい。まあそれができる、レストラン、ブライダル、まあそういうところもありますけども、基本的にはチームでのお仕事になりますんで、調理っていうところにもね、携わってくるっていうような感じになります。で、料理のね、盛り付け、もうこういうものもね、やっぱり見た目とても綺麗です。ですので、そういうアイデアをね、デザートにね、生かすことができるとか、そういうような感じになってきますんで、このブライダルレストランでの勤務っていうのは、感覚を養うっていう意味ではね、非常にいい職場なんではないでしょうか。はい、全部でね、大きく分けてこの4つに分かれたね、お仕事体っていうところでね、説明をねさせていただきました。実際ね、私も初めてお仕事する時っていうのはね、路面店、まあ、これしかね、頭になかったんですよ。でも実際、就職活動する時にね、私はまあホテルを選んで、ホテルで就職をさせていただいたんですけども、まあもちろんお仕事としてはねお菓子作りなんですけども、それ以外にサービスの方とか、宿泊部門の方とか、そういう方ともねたくさん友達ができて、いろんな知識とかいろんな仲間がねたくさん増えたっていうのはこのホテルのね、魅力だったんじゃないのかなと思います。はい、今回はね、パティシエの仕事ってっていう形で、ご紹介をさせていただきました。少しでもね、参考になれば、幸いでございます。はい、ではね、今回の動画がね、面白いと思いましたら、高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもね、こっそりですけども、始めておりますので、よかったらね、フォローしていただければと思います。では、
バイバイ。はい、全部でね、大きく分けてこの4つに分かれたね、お仕事体っていうところでね、説明をねさせていただきました。実際ね、私も初めてお仕事するときっていうのはね、路面店、まあ、これしかね、頭になかったんですよ。でも実際、就職活動するときにね、私はまあホテルを選んで、ホテルで就職をさせていただいたんですけども、まあもちろんお仕事としてはねお菓子作りなんですけども、それ以外にサービスの方とか、宿泊部門の方とか、そういう方ともねたくさん友達ができて、仲間もね他の部署でたくさんできました。ですので、自分の見聞を広めるっていうところではね、このホテルっていうのは私にとってものすごくね、メリットがあったんじゃないのかなと思っております。はい、今回はね、大きく分けて4つ、お仕事をね、お話しさせていただきました。少しでもね、参考になれば、幸いでございます。はい、ではね、今回の動画がね、面白いと思いましたら、高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもね、こっそりですけども、始めておりますので、よかったらねフォローしていただければと思います。ではバイバイ。